どうもロッシングルです。ドロップシー続きをやっていきましょう。さて前回はロックバンドのみんなに、お礼代わりに冒頭を直してもらったんですが、その前にこれサインもらったんでね、サインをお届けに参りましょう。到着、こっちじゃなかったね。どこだ。バンギャルはいたいたいた。ヘイ、ほい、サインもらってきたよ。どう？喜んでる？ヘイ、あーよかった。うへへーい。この子は彼氏かな。彼氏が欲しいのかな。ふう、彼氏っぽい人いるかな。男キャラ誰かいるかな。そしたら、警察にフロッピーディスク渡そうかな。ああちょっと、待って、落ち着いて。僕は何も悪くないです。すごいごっつい上半身だね。僧帽筋が浮き上がっちゃってるよ。これかな。はい、盗品データです。そうそうそう、スネークの逮捕しに行く。これから。あ、逮捕しちゃった。うふふ。え、じゃあもうハグしていいってこと？ありがとう。ハグじゃなく握手で終わられたけど。こいつはバンドは最高だが、カセットテープかな。これどうぞ。いらない？うん、違うか。何が欲しがってるかちょっと見てみよう。レコードだ。お金だね。じゃあどっちにしてもレコード買うためにお金が必要だ。僕はカセットあった。よく見たらカセットあった。コレクティブ魂が燃えるぜ。あ、社長、はい、元気？うふうふう、犬が欲しい。わかるよ、わかってる。これどうやって取んの？取れない。あー取れない。ネズミかな。はい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 、ネズミ。おお、何？うん、わかるよ。散々言ったわ、過去散々言ったわ。はいはい、ネズミかな。どうぞ。あーダメだ、追い返される。この車マジ便利。違う違う、よし、これで旅に出ちゃおう。この島からおさらばだ。犬には悪いけど。夕方になっちゃった。これどこにたどり着くんだ。ふう、夜になっちゃったよ。ここなんだ。お、なんだこれ。これハグか。やたらセクシーな石像だね。お、あなたは誰？発電機を回し、あれ、この人、あれ、この人、絵売ってる人じゃない？はい、ラカラカしてるね。音楽と見た目がすげえ合ってるね。ヴァンパイア、いや嫌いじゃん。はい、アイハブはハンマーピッケルか。あれ、え、どうしたらいい？これ、これレコードじゃん。はい、いってらっしゃい。チュン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 、出ていけ。あれ、取れない。これはなんだ。あ、これは兄弟だ。この人、絵売ってる人の兄弟だ。一
んでます。これ日を改めて来た方がいいかな。これはなんだ、あ、ごめん電気消しちゃった、ごめん、あ、怯えてる、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、違う違う違う、その隙に怯えてるおじいさんの隙をついてレコード取るのか。いや、さすがに取れないね、これはさすがに取れないみたい。うん、取れない、それはいいんだ。なんだろう、何かこれかな、はい、ふふ、あ、ごめん、あー、ごめん、申し訳ないな。よいしょ、きたー、レコード。じゃあこの写真の半分ももらっちゃおうね。以上かな、もうもらえないよね。オッケー、きた、進みました。すっげー申し訳ないけどね、あげやーって言いながら、あー、ごめんごめんマジごめん、あー、さあ来たぞ、まずは君だ。オッケー、レコードだろ、持ってんだぜ、これどう、レア版、初版だよ、ドゥヒヒウヒャヒャからの、あなたにはこれかな、残り半分の写真、はい、見つけたよお兄さん、一緒に働いてたんでしょ、そういたよ、離れ小島に、一緒に行く、おろろ、勝手に進んでますいい絵だな、うわー、感動の再会、兄貴か、お前弟、うわー、これすげーいいじゃん、うわー、よかったね、ほんとよかった、泣いてるじゃん、マジよかったね、おめでとう。あー、これはいいわ、いいことすると気持ちいいね。さて、じゃあこれはいいのかな、この物語はこれにて終了。えい、来たよ、ほはいははは、あ、違う、これだ、これください、やったー、あとこのページもらえる、あれ、これもらえないのか、変な宝石はもらえたけど、変なって言っちゃったけど、うん、当時の苦しい思い出がね、あー、よかった、これは幸せな絵だね、ほんとよかった、いいぞいいぞ、これ宇宙人すらも手ごめにできる予感だ、間違えた、笛です、笛で召喚だ、パーブー、ヘイ、お待たせ、多分これだよね、はい、なんか謎の宝石、どう、なんか、あ、これが食事なのか、おお、な、緑色の何かを出した、これうんこ、光るうんこ、あ、この輪っかはお土産屋さんだね、違う、ごめんね、間違える、すごい間違えるハグさせてくれ、チューうひゃひゃひゃ、みんな幸せじゃん、
すごいね。愛で世界が救われていく様を見ているようだ。お待たせ。これでしょ？このボロボロのやつ。待ってね。これ。はい。どうぞ。持ってきたよ。これでしょ。そうそうそう。これあげる。プレゼントします。お。喜んでくれた。うひゃひゃい。今日はすごい調子いいですよ。これ上の階行けるか。あ、夜忍び込めるわ。来た来た来た。社長はいないよね。これ気になってたんだ。ゲット。これか、鉱山パス。ここにあったか。一旦帰って寝てみるっていうのもあるよね。夢でなんかヒントもらえたりしたから、その可能性は否定できない。丸。これなんだ。あれ、なんかこれか。あー、これドロプシープラモだ。ほら、あと顔だけだ。ドロプシープラモデルだ。これなんだっけ。あー、写真、思い出の写真。奥さんだったんだ。ちゃんと見てなかった。金属だね。プラモじゃなかった。銅か何かで作った。うわー、美しい思い出が。そっか、じゃあ意地でもあれだ、おじいさんピエロを直してあげたい。ぐー、あ、ドクター。お母さんかな。薬が必要じゃ。もちろん。くそ、抱っこさせてくれ。うふぅ、なんとかしたい、なんとかしたい。うわー、ハグした絵がこんなに。すごいね。とりあえず朝方にしておこう。夢味噌。うー、やっぱり悪夢だ。良くないことがあると夢もすっげえ怖いんだね。おお、地獄だよこんなの。なんとかおじいさんを直してあげたい。うわあ、うぎゃー。ふう、げっそり頬こけちゃった。ドロプシー、わからねえ。金のカード使うところマジでわかんないな。あと鉱山入りたいよ。いい加減、鉱山に関する何か物もらえそう。あ、これじゃん。これでしょ。ほら、そうだ、この人鉱山で働いてたから、この人にこれを見せればいいのか。はい、あの、これ鍵ぶっ壊れちってさ。見せれた。鍵が欲しいのかい。鍵はこれなら開くんだぜって感じ。やった、もらった。よし、待ってろワンワン、今行くぞ。あー、よかった。難しかった。ここが一番わけがわからんかった。あ、犬の声が聞こえる。ちょっと待ってて、これよいしょ。ガシャン、開いた。じゃあこの先にゴールドカードが必要なのかな。え、どういうこと。もう一個必要。もう一本、もう一本探すの。マジかよ。よし、鍵はね、もう一本はあのこれくれた兄ちゃんのところ
に行ったらくれました。なのでほいガシャン、封印を解けよ。やっと開いた。長かったね。うひょひょい、ワンワン待っててね。というわけで今回はこの辺にしておきましょう。いや難しい、結構歯ごたえのある謎解きですね。お使いクエストプラス謎解き。いやまあそろそろ終わりが見えてきた感じでしょうかね。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリーベンタルチ。